ロナルド・アーネスト・アトキンソンは、イングランドのリバプール出身のサッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションは MF。アトキンソンはリバプールで生まれたが、その数週間後にバーミンガムへと移った。17歳で、アストンビラ FC と契約したが、トップチームでプレーすることはなかった。1959年にオックスフォード・ユナイテッド、FC へ移籍。 500を超える試合に出場し、キャプテンも務めた。現役引退後の1971年、ケタリングタウン FC の監督に就任。ケンブリッジユナイテッド FC を経て、1978年から一部リーグのウエストブロムウィッチ・アルビオン FC の指揮を取った。就任初年度に、ウエストブロムウィッチはリーグ3位となり、UEFA カップ準々決勝に進出した。 1981年、デイブ・セクストンの解雇に伴って、マンチェスター・ユナイテッド FC の指揮官に就任した。マンチェスター・ユナイテッドでは、かつて率いたウエスト・ブロムウィッチから175万ポンドで、ブライアン・ド・ブソンを獲得し、コミュニティ・シールド・ FA カップを獲得した。1987年秋に、再びウエスト・ブロムウィッチの監督に就任。 当時のウエストブロムウィッチは2部リーグに属しており、残留争いをしていたが、最終的に20位でシーズンを終え、勝ち点1の差で残留に成功した。その後もいくつものクラブを引き、シェフィールドウェンズデー FC、アストンビラ FC の2クラブで、フットボールリーグカップを獲得した。ありがとうございます。